クリス・ソリンスキーは、アメリカ合衆国の元陸上競技選手。指導者。ウィスコンシン大学マディソン校卒業。男子1万メートルの元アメリカ記録保持者であり、ヒアフリカ系で初めて1万平方メートル7分の壁を破った人物である。現役時代は、オレゴントラッククラブに所属しており、コーチは同クラブのジェディ・シューマッハであった。長距離走の選手としては、 非常に大柄な185センチという体格の持ち主である。現在はフロリダ大学の長距離アシスタントコーチを務めている。2008年オリンピック選考を兼ねたアメリカ陸上競技選手権に出場した。ラスト200メートル付近まではオリンピック選出枠内である3位以内で走っていたもののラスト勝負に敗れ4位に終わりオリンピック出場を逃した。 2009年、ドイツで行われたベルリン世界陸上選手権に出場5000メートルで見事決勝進出を果たすも、決勝ではラスト400メートルでスパート勝負の中離され12位に終わった。2010年、スタンフォード大学で行われたベートン・ジョーダン正体1万メートルに出場した。1万メートルのデビュー戦にもかかわらず、同大会で事前に、 アメリカ記録更新を宣言していた当時の保持者であるゲーレン・ラップを破り、また日アフリカ系で初めて27分の壁を破る26分59秒というアメリカ新記録を打ち立てた。この記録はその後ゲーレン・ラップによって再び破られている。2011年7月のアメリカ陸上競技選手権で2位に入り、テグ世界陸上選手権の出場権を得るも直前で ハムストリングスの故障を起こし、世界選手権は危険している。2012年、ポートランド大学のボランティアコーチに就任した。2014年8月、ウィリアムアンドメアリー大学に移り中長距離部門のアシスタントコーチに就任した。2016年4月、現役を引退した。同年9月、正式にウィリアムアンドメアリー大学で中長距離部門のヘッドコーチに就任した。 2017年4月、フロリダ大学の長距離部門のアシスタントコーチに就任した、ウィスコンシン大学マディソン校での競技生活を共に過ごした棒高飛びの選手である、エイミー・デイリンと結婚している。屋外室内、ありがとうございます。